皆さんこんにちは、ビールデンの磯村です。もうおなじみの方も多いんではないでしょうか。ビールデンのホットプロテインコーンポタージュ風味ですね。こちらのねレビューをやっていきたいと思います。ビーレジェンドのね、冬の風物詩の一つでもあるホットプロテイン、コーンポタージュ風味ですね。お待ちいただいている方、たくさんおられるんではないでしょうか。レビュー、早速やっていきたいと思います。非常にいい香りですね。あ、むちゃくちゃインスタントのコーンスープですね。あれのスープの匂いのままですね。もう本当にコーンのいい香りですね。パウダーはね、ほんとこんな感じですね。このコーンポタージュのパウダーはね、黄色みがかった、本当にね、コーンの、ね、綺麗な色をしております。もう本当にいい匂いですね。でこちらのねコーンポタージュ風味買っていただきますと、こちらのね白い中スプーンが付属してまいります。こちらのスプーンに対してコーンポタージュ風味はすり切り5杯を目安に入れていく形になります。 200ml から 300ml のお湯を注ぐって書いてありますね。それではまずねこの中スプーンですり切り5杯入れていきたいと思います。でこちらにね 200ml から 300ml のお湯を注いでいきたいと思います。ちょっとね今日こっちにポット持ってきておりますんで、ここにね入れていきたいと思います。大体これぐらいですかね。でこちらでゆっくりとスプーンでかき混ぜていきます。今パウダーを入れたね中スプーンがありましたけど、そちらではねパウダーをかき混ぜないようにお願いいたします。まあ、こういうふうに別のスプーンを用意してかき混ぜるようにお願いいたします。しっかりとかき混ぜることができました。ほんと綺麗に溶けましたね。もう泡立ちもねほとんどダマもないですね。めちゃくちゃコーンのいい香りがしてます。早速いただいてよろしいですかね。いただきます。うまい。本当にカリカリに焼いたトーストをくださいっていう感じですね。塩味がね本当ちょうどいいですよね。うめえ。このねホットプロテインってね僕本当にねいいなと思ってて、食事にね一食ねこれを付け加えるだけでタンパク質しっかりねこう 20g 補えるんで、やっぱ食べれないよっていう方とかにもねタンパク質がねしっかり補えることができるんで、そういう使い方もね非常にねいいかと思います。味もね本当にね美味しいんでね、ぜひ一度試してみてください。こちらの商品なんですけれども、お湯をね注いでかき混ぜていただくっていうのでも大丈夫ですし、シェーカーに入れて水で溶いて、まあ、冷製スープみたいにして飲むっていう方法も大丈夫です。ただねこのシェーカーの方に熱いお湯を入れてパウダーを入れてシェイクしてしまうと膨張して爆発してしまう恐れがありますんで、お湯を入れてシェイク、そちらだけはねやらないようにお願いいたします。こちらねコーンポタージュ風味の味を星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しまして星2とさせていただきます。本当にねめちゃくちゃ甘いっていうわけではないんですけど、コーン独自のね自然な甘み見事にね再現できていたと思います。酸味すっきりに関しましてはほとんど感じませんでしたので星0となります。クリーミー星4となります。よく飲んでるコーンスープのねあのクリーミーさ見事に再現できてたかと思います。甘みが2、酸味すっきりが0、クリーミーが星4、ぜひね商品選ぶ際のね参考にしていただければと思います。コーンポタージュ風味の栄養成分表示ですね、1食 40g あたりですね、エネルギー 156kcal、 タンパク質が 22.2g、 脂質が 2.5g、 炭水化物 11.1g、 食塩相当量が 2g となります。まだまだね寒い季節が続くかと思うんですけれども、朝であったり食事のね一品に添えて飲むっていうのも本当にねいいかと思います。ぜひホットプロテインシリーズご活用ください。詳細につきましてはねこちら動画のね概要欄に商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきますんで、ぜひそちらから飛んでねご購入ください。数量限定となりますんでね、なくなり次第終了となります。ぜひお早めにご購入ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。